言おうとしたのは、まあ言うても長いやん付き合い、まあ間空いたりとかするけど、でお互いのこと分かってるやん、うん、でも分かってないとこもいっぱいあるやん、うん、でそう思ってるけどそうじゃなかったりすることとかもあるやん、もう同じようなことばっかり言うやん前置きが長いなだからお互いのことをさらに言ったら知るためのクイズをしたい、うん、クイズクイズうん、そさっき聞いたけどクイズをしたいのは分かった。クイズをしたい。うん、でその後の説明がよう分からんのよ。その後の説明分からへん。だから、うん、じゃあ僕が出題者で答えてほしい、うん、ねんけど、だけど答えはこっちにしかないねん。もうなんかとりあえず例えば、うん、じゃあ出題者、はい、答えはこっちにしかない。上野真紀夫の好きな女性のタイプは、うん、を考えるやん、考えるやん、考えるやん、で答えあるやん答えあるやん、今あるやん、2つあるやん、でそれを俺が当てるっていう、あ、どっちが正しいかを、そう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 、でじゃあ湯浅くんが俺の好きな女性のタイプはこういう人やって思ってるっていうのを俺が当てるっていう、うん、それってフリップなくてできる、一回やってみ、で心の中で決めたやつを、そうそうそう、何を心の中で思ったかを当てるってこと、きっと俺がこういう女性が好きやろなって思ってるやろっていうのを俺が当てるっていう、一回やってみよう、一回やってみよう、分からんから、じゃあ問題、はい、はい、湯浅くんと浩司が牧野、うん、に出てほしいお芝居、こんなお芝居に出てほしい、それは、ほんまにあるお芝居なのか、あ、架空でいいです、それをどう説明すんねや、どこ、え、そのどう説明するかをもう当てるってことか、うん、でもそれ難しいな、どんなどんなほんなら、上野真紀夫にあいつラリってるぞ、一旦分かりやすくいこうや、うん、だから、あの好きな色は何みたいな、あ、そんなんでいこうか、そんなんでいこう、うん、上野真紀夫の好きなジュース、うん、好きなジュースで、うん、心の中でこれちゃうかなっていうのを決めて、うん、それを牧野が当てるってことだ、そうそう、俺が当てる、はいはい、決めた今、心決めた、うん、決めた、あ、決めた、決めた、はい、で湯浅君は、うん、きっと俺が好きな飲み物は、うん、絶対炭酸やと思ってるから、うん、コーラ、正解、あ、やったやった正解、俺めっちゃ分かってるよ、湯浅君のこと、おお、正解や、自分が思んないなぁで、浩司は、浩司は俺のことを結構なんかビジュアル重視で、うん、あのかっこよくいてほしいみたいな感じの方に思ってるところはあるから、うん、だから飲み物も多分かっこよくないとわかんない、うん、コーヒー、ブラックコーヒー、違う、あ、違う、うん、あんまりジュースの中にコーヒー言うてきないそう、ジュースって言ったら、ね、好きなジュースは言って、ブラックコーヒー、あ、ジュースやったらジュースかって自分で言うたら飲み物やったらコーヒーって言うのかもしれないけど、あ、ジュースやもんな、うん、めっちゃ濃いカルピス、違う違うやん、え、なに、え、ライフガードなんでなんそれは、あ、なんか好きそうやな、あ、好きそうやなと思った、うん、あ、ライフガード、うんうん、で、コーラ合わせたで、ライフガード外しな、ほんじゃ、変えて出題して出題して、コーラいるの、コーラ正解ってなった時がもうピークピークやったな違うってなって、ふーんって言う、これ、なぁ、盛り上がんの、出題だ、じゃあ、俺が好きそうな環状線の駅、めっちゃおもろいな、お前、環状線の駅、めっちゃおもろいな、環状線の駅、はい、俺も決めた、俺も決めた、決めた、あ、でもこれ近いからなのか、
だから、じゃあマキオはほんまの正解じゃなくてこっちが言い過ぎる、こっちが正解、こっちが正解、そうだからマキオは俺のことをなんかこうちょっと人と違う答えを選ぶタイプやって思ってそうやから、足原橋違う思いも変わりかった足原橋何福島あでもまあなんか狙いはちょっと、うん、なんか大阪って中心やんか、はいはい、だけどそこがちょっと離れたところにほんまにいいところあんねんっていうところを選びそうな感じの福島、はいはいはい、岩佐君は、うん、俺のことをやっぱ食いしん坊やと思ってると思うから、うん、鶴橋寺田町なんで寺田町なんいやなんか寺田町寺田町って言いそうやなって思ったそれ音の響きの感じで、うん、それ一人暮らししとったとこやそれあそうあそうやそれを知らんわそれだだけえちなみにどこやった好きな駅環状線の駅は今はあるかな玉造りかなまあまあまあ職場やからな拠点やから、ね、拠点やな、うんうん、まあちょっとこんな感じやよ岩佐君がいや岩佐君難しいな出題も難しいもんな出題も難しいやろでも面白くないこれそんなに面白くないそんなん言うなや今のところマジか今のところ俺楽しいじゃんコーラあった時はなんか、うん、うおーってなったけどほんまにいやあれマックスよあそこがいいからなこう両方正解できたらなんかまあそれはすごいそれはすごいしかも別の答えでとかなるとね、うん、そうそうそう、うん、それはすごいよ環状線のワンクッションの回もあったもんよ星2つそれワンクッションなったんやけどじゃあ僕が今、うん、今食べたいものおー、うん、俺じゃないもんなうんさっきからそれをやってるやん自分からそのゲームを湯浅君が今食べたい僕が今食べたいものああ俺は決まったね心に俺湯浅君の好きな食べ物知らんわでもいいやろヒントそんなシステムがあれへんかったけどいけるもんこのゲームいかへんな感動が薄れるのみやよそれで基本的にそれは好きな食べ物ですか、うん、今考えてんのはなヒントを聞いていってるやんヒント聞かんが聞いたらあかんな、うん、麺類ですか激かあかんのですかあかんあかんのは決まった決まった今のでなんとなくわかった今のことで今のでなんとなくわかった俺はなんかちょっと多少の自信はあんねんけど、うん、ここと合う自信がないわまあまあ、で違う、まあまあ、それはだって、だって違うからなそうそう違うから、まあ、これ一緒じゃなくてもいいな工事一緒やったらめっちゃ面白いけどな工事は、うん、なんかいろいろこう知っているやろうなっていうのもなんか言うたことあることも踏まえて、うんうん、でここ来た時にいつも食べたいなって言うてるねんけど、うん、焼き鳥違うか違うそこの焼き鳥あー違うかったわそれはでもそれ言うてるな言うてる言うてるか何やったのシュークリームシュークリームなあーシュークリームなお腹減ってる時シュークリーム食べへんねそうやな今お腹減ってるから減ってるんかそうかそう減ってるんかシュークリームやわ食べてはるわよエクレアとかマキオは、うん、でも食べるもんね俺のしかいやいやいや食べ物じゃないこと言わへんやん食べたいって言うてんからご飯ご飯ちゃんとご飯デザートじゃない俺のでスイーツじゃないって言いたかったやんなそう食べ物やでデザートじゃないスイーツじゃない食べ物いやもうそのヒント出してこんでいや食べ物やなんか麺類とか言うとったから、うん、なんかその麺類じゃないです
制限してくるやん、答えを当てさせようって。まあでもなんかちょっとどうやろうな、今お腹減っているのも分かっているのかなとして、うんうん、焼肉。ああ何カレー。で、惜しくもないやん、惜しい、ああかと思ったら惜しくもないやん。カレー何言っても正解って言おうかなと思ったけど無理やった俺。これ面白い、面白くない、俺は楽しい。あの時間ある時僕がやるやつは、うん、あのはいはい、チャンネル登録よろしくお願いしますの方がいいのか、いやチャンネル登録よろしくねの方がいいのか、どっちなの。いやまあこうフレンドリーな感じでいくとよろしくの方がいいのか。よろしくで止めちゃう。チャンネル登録よろしくね。